入るぜ、ばあちゃん。来たか。ん？みんな揃って何事だってばよ。それに、誰？そこのじいちゃんガエル。口を慎め。この方は、妙木山の二大仙釜の一人、深作様だ。ジライア様に仙人術を教えになられた。ね、エロ仙人の師匠？で、そのじいちゃんガエルが、なんでここにいんの？どこから話せばいいのかの。そうじゃの。とりあえず言っておくが。お？ジライアちゃんが戦死した。は？何言ってんだよ。暁のリーダーであるペインと交戦してな。さしものジライアちゃんも、ジンネガン相手では、ジライアちゃんはの、命と引き換えにわしらとペインの情報を守ってくれたのじゃ。ばあちゃんが、行かせたのか。そうだ。なんでそんな無茶許したんだってばよ！ばあちゃんは色仙人の性格よくわかってんだろ！たった一人で行かせるなんて！よせ、ナルト！五代目の気持ちがわからないお前じゃないだろ。くそ！ナルト！さくら。いい。少しそっとしておいてやれ。すみません、深作様。ナルトとはいずれまた。ああ、それで。しかし、さすがはジライアちゃんの弟子じゃ。純粋でまっすぐなところがよう似とる。沈ね。あ、ジライアが我々に残してくれた情報は、ペイン、お前に両方を託す。情報部と連携し、大至急分析に取り掛かれ。了解しました。カカシとサイについては、今日はもういい。ナルトがあの様子では、話を進められんからな。ことが進展したら報告する。それまでは待機していろ。了解です。では、わしもひとまず妙木山へ帰っておく。あやつが落ち着いたら、呼べ。はい。あの、師匠も少し休まれた方が。少し。ね？少し、風に当たってくる。はい。やろ。憎しみ？争いが生み出す産物。何かを失って生じる恨みの感情とでも言おうか。とにかく今のこの世にはそれがはびこっている。残念な。わしはその憎しみをどうにかしたいと思っとるんだが、実際どうしたらいいのか、まだわからん。だがいつかは、人が本当の意味で理解し合える時代が来ると、わしは信じとる。
なんか難しいってばよ。答えが見つからんかったときは、その答えをお前に託すとしようかの。おし、エロ仙人の頼みなら仕方ねえってばよ。何？なんで笑うんだってばよ。お前の笑顔には救われるようだ。お前を弟子にしてよかったわい。エロ仙人、エロ仙人。ナルト、大きくなったな。ナルト、いるか、先生。ジライア様のことは聞いたよ。俺のこと、ずっと、見て俺が火影になるとこ、見ててもらいたかったのに、エロ仙人には、かっこ悪いとこばっかしか、見せられなくて。ジライア様は、お前のことをいつも褒めてたよ。自分の孫のようだと、いつも鼻高々に話してくださった。お前が自分の意志を継ぐ存在だと信じてた。いずれ立派な火影になると、信じて疑ってなかった。エロ仙人が。ジライア様は、お前をずっと見てるさ。今だって、どこか、あの人はお前が落ち込んでるのを見ても、褒めてはくれないぞ。だから、今まで通りの、褒めてもらえるようなお前でいればいい。いつまでも落ち込んで。お前は、あの三人、ジライア様が認めた、優秀な弟子なんだからな。だよな。うん？そうだよな。俺がうじうじしてたら、俺らしくね。エル仙人は俺のこと、
おかげになれるって言ってくれ。こんなとこで立ち止まってたら、怒られ。だから、立ち止まるのはもうやめだ。うじうじしてんのはもうやめだ。俺は俺らしく、まっすぐ進んでやるってばよ。エロス。それでこそ、俺の知ってる渦巻きナルトだ。うん。ありがとう、イルカ先生。ナルト、もう大丈夫なの？ああ。いい顔になっとる。では、深作様、ペインの情報を改めて教えて。いいじゃろう。リンネガン？うん。奴の動力は並大抵のものではない。他に深作様自身が感じたことはありますか？今は。そうは言ってもの。いや、そういえばあの時ジライアちゃんはこんなこと。本物はいない。ジライアちゃん。本物はいない？一体どういう意味なんですか？わからん。じゃがジライアちゃんの最後のセリフじゃ。持ち帰った奴の死体と捕虜の情報を合わせて調べれば、ペイン攻略の道が見つかるかもしれない。うん。攻略の道とか、そんなことはどうでもいいってばよ。ナルト？どんなにすげえ能力持ってても、それに負けないくらい強くなればいいだけだ。俺は修行して、強くなって、そんでエロ仙人の仇を絶対取る。残念じゃが、今のお前がここで修行しても、ペインには到底勝てりゃせん。だと？だからじゃ。このわしについて来い。妙木山で戦術の修行じゃ。妙木山？そこで修行すればペインに勝てるようになるのか？それはわからん。じゃが今よりも可能性は上がる。ただし戦術修行はかなりの厳しさじゃ。ふん。ペインに勝つ道があるってんなら、俺はその道を信じて突っ走るだ。よう言うた。綱で、この子は預かるぞ。よろしくお願いします。頑張ってね、ナルト。絶対強くなって帰ってくんのよ。おう、やってやる！